こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスの基礎知識講座やっていきたいと思います。パワープロ2020がスイッチ版で発売したことによってご新規がすごく増えました。生放送やツイッターの DM でよく質問が来るので、今回初めてサクサクセスの初心者に向けた講座動画作っていきたいと思います。まずサクサクセスの大まかな流れを説明していきましょう。1から5まであるステージを体力を消費させながらマップを進め、青マスを踏み能力を上げていきます。1人当たり5分から10分で作成できるのが通常のサクセスと違いお手軽。マップは踏むことでいろいろな効果を発生するパネルで構成され、ゴールすると次のステージに進める。パネルにはそれぞれ特徴があり、青マスは能力アップ、赤マスは能力ダウン、紫マスはイベント発生、緑マスは回復またはやる気アップ、宝箱は基本能力または特殊能力が入っております。ステージにいるキャラクターと会うと様々なイベントが発生します。中にはあってはいけないキャラクターも存在します。各ステージ固有キャラまたは選手が1人から3人登場します。ステージ後半ほど人数が増えます。固有キャラについては後で説明していきます。ステージを進めることで選手をより強化できますが、リスクも高くなります。ステージ間で育成をやめて選手登録することも可能。ステージは大きく分けて1と2、3から5と分けることができます。ステージ1と2では青マスの能力アップ率は低いんですが、ハテナマスを踏んだ時の回復等いいことが起きやすく、悪いことが起きにくいです。逆にステージ3から5は青マスを踏んだ時の能力アップ率は高いんですが、ハテナマスを踏んだ時の減少や赤マスに変わることが増えてきます。体力がなくなるとゲームオーバーとなり選手登録ができません。体力はゴールするかパネルの効果で回復ができます。体力に注意しながら進みましょう。次に投手野手それぞれおすすめの球団を紹介していきます。まず全球団共通の固有キャラ、投手の場合は進藤さん、野手の場合は矢部くんが登場します。会うことができれば基本能力、そして運が良ければ矢部くんからヘッドスライディング、進藤さんからはツーシームファストがもらえます。ただしツーシームをもらってしまうと他の変化球が出てこなくなるため嬉しくありません。進藤さんは唯一の外れ固有キャラです。次に各球団の登場する固有キャラを紹介。まずは西武、友澤くんで肩プラス7、運がいいとアベレージヒッター。ソフトバンク、今作初登場のワンくん、同じく肩プラス7、確率でアベレージヒッター。オリックス、進むくんからミートプラス7、確率で広角打法。 DeNA、 ひじりから守備プラス7、キャッチャーの場合確率でキャッチャー B。広島、今作初登場の小枯らし、守備プラス7、確率でいぶし銀。中日、同じく今作初登場のわらびくん、捕球プラス7、確率で流し打ち。野手は大差がないんですが、おすすめとすればキャッチャーの場合は DeNA。 あと唯一打撃能力を上げてくれるオリックスの進むくんがおすすめです。固有キャラからアベレージヒッター、実在選手からパワーヒッターがもらえる西武とソフトバンクもおすすめします。次に投手のおすすめ球団、楽天は水木でコントロールプラス7、変化球をシンカー方向に持っていれば確率でオリジナル変化球クレセ、シンカー方向を持っていない場合は確率でクロスファイヤー。ロッテは青い、球速プラス4、変化球を同じくシンカー方向に持っているとオリジナル変化球マリンボール。日ハムは今作の新キャラしのぎくんからスタミナプラス7、確率でキレ丸。巨人は守る、球速プラス4、確率でジャイロボールまたは伸び A または B。 阪神はアバタ、コントロールプラス7、変化球を下方向に持っていればオリジナル変化球アバタボール。ヤクルトは今作の新キャラバーリスから球速プラス4、確率で根性丸。この中で固有キャラによって強い弱いがはっきりしてます。まずオリジナル変化球が取れるということで楽天、ロッテ、阪神は強い。その中でも野球マンが出てくる関係で順序があります。
楽天は水木の登場により野球マン2号が出てこなくなる。そうなると変化球が上げづらいです。ロッテは葵が登場するので野球マン1号が出てこない。1号は球速スタミナをくれるので球速が上げづらくなります。投手を作成する上で野球マン3号がコントロールをくれるんですが、野球マン3号が一番弱い。楽天ロッテで投手を作成すると 50% の確率で野球マン3号が来てしまいます。阪神の場合はオリジナル変化球を狙いつつ、全ての野球マンが同じ確率です。1号も2号も出てくるので作成しやすいです。巨人もおすすめ。守るくんが確率は低いんですが、実在選手からはもらえない、そして宝箱からも出てこないジャイロボールをくれることがあります。伸びも A または B と2ランク3ランク上げてくれるので強いです。ヤクルトもバーリスが実在選手ではあまり持っていない根性丸、宝箱からは出てくるんですが特能かぶりが少ないのでおすすめです。日ハム今作もキレ丸。キレ丸は特殊能力としては強いんですが、どこの球団でも簡単に手に入るため前作で廃止されるかと思ってたんですが、今作もまた日ハムにつけられてしまいました。でも今作は固有キャラが唯一スタミナプラス7をくれるので差別化ができます。もちろん自分の好きな球団でプレイするのが一番楽しいですが、参考にしてみてください。次に持ち込みカードの説明。おすすめカード等は別の動画で紹介したいと思います。カードは天才カード以外すべてパワーポイントで買うことができます。カードが高くて買えない、天才カードが欲しいという方はサクサクセスを周回しましょう。進んだステージの数によって入手枚数は異なります。ステージ5まで行って終わらせるとランダムで1から3枚カードが入手できます。ステージ5まで最短ルートで行けば1周だいたい2分かからないぐらいで終わります。運がいいと天才カードも複数枚入ってきます。そこは完全ランダムなので根気で頑張りましょう。次にやる気ボーナスについて解説していきます。今回は分かりやすく変化球でやっていくのですが、通常変化球はステージ1、2だと変化レベルが1しか上がりません。やる気は絶不調から絶好調、ノリノリまで合計6段階あります。やる気が高ければ高いほど効果が出てプラス1されやすくなります。今回はステージ2、やる気は好調、持ってる変化球はシュート2。こちらで行くと、はい、2段階上がりました。投手作成は変化球マスが限られ数が少ないので、このやる気ボーナスを使ってうまく上げていきましょう。やる気ボーナスにはもう一つあります。選手に会った時に通常基本能力か特殊能力どちらかなんですが、やる気が高いとどちらももらえることがあります。今回は絶好調で会う選手はジャイロボール。会ってみましょう。これで会うと特殊能力指導があって、さらにやる気を買われて基本能力の指導、これがあると特殊能力ももらいつつさらに基本能力ももらえます。もらえる基本能力は通常の半分以下になってしまうんですが、その分特殊能力ももらえるのでかなりお得です。次に強化系カードの説明をしていきます。これも分かりやすく変化球でやっていくと、変化球パネルを踏んだ時低確率で効果がアップ。今回はステージ2、やる気ボーナスはなし、変化球強化カードを持ってカットボールが2という段階から踏むと、はい、2段階上がりました。強化系カードはそれぞれアップする確率が違うので、また別でおすすめカードの動画作ろうと思います。次に全球団共通のお助けキャラを紹介。まずはガンダー。ガンダーはカードを拾ってきてくれます。相方としては簡単。基本的にはガンダーは直進して壁にぶつかるまでまっすぐ行きます。動いてみると、動け、まずはねこう直線すると、で横の動きも見るとこんな感じです。基本的には曲がることなくずっとまっすぐ行ってくれるので、こうやって狙って追いかけることができます。これを回り込んで会うことができればガンダーは簡単に会えます。追いかけっこもできます。こうやって
当たるまで基本的に直進してくれます。次に幽霊について解説していきます。まず幽霊の動き方、幽霊は足がないのでマップを完全に無視することができます。なので会うのが難しいと思う方結構いるのかと思いますが、幽霊は他の固有キャラ、一部の固有キャラと一緒でまっすぐ行く傾向が強いです。なので無理に会いに行かずに自分の通りたいルート沿いに来た時に出会いましょう。今回はレクイエムステージなのでそれを狙ってうまく会っていきたいと思います。幽霊を後ろから追いかけるとほぼ会えないので、なるべく横からそして正面から出会うように動いていきます。まずは基本的には正面にまず回り込む。これでまずこの1匹目の幽霊に会えます。これで幽霊1匹目に会って、次に幽霊2匹目が左側ですね、ここで会えます。幽霊の動きは分かっていれば簡単に会えるので、会える時に出会っていきましょう。で多分次幽霊が左と、そしてこの幽霊も下左とついていくと思います。ついてきましたね。こうやって幽霊はなるべくルート沿いにしっかりと入って会いましょう。シャッフルをしても足がないのでシャッフルされません。なので幽霊の位置は変わりません。なのですがこれまた跳ね返ってきたのでここまで戻ってくると思います。これを利用してここで待つと。ただここで上に行ってしまうとまた幽霊が跳ね返ってこっちに行く可能性があるので、この時は出会う。こうやれば幽霊には簡単に出会えます。幽霊は追っかけすぎると会えないので、会える時に会う。幽霊の動きを見極めて特殊能力をもらいましょう。次に幽霊遺伝についてです。特殊能力を持った戦士を失敗させると幽霊になります。それを狙って好きな特殊能力を遺伝させましょう。特殊能力は複数個持っているとそのうちランダムで1個選ばれます。なので狙った特殊能力がある場合はその特殊能力1つだけにしましょう。これでわざと死にます。そうするとはい、いいえという選択肢が出てきます。失敗させた後にここはい、いいえではいを選んでしまうとこれは幽霊遺伝しません。こちらいいえを選ぶことで幽霊遺伝することができます。当主野手ともに5人ずつ、古い幽霊から消されます。なので5人連続同じ特殊能力を持った選手を失敗させれば全て幽霊がその特殊能力になります。おすすめ幽霊は投手の場合はジャイロボールと投手威圧感、野手の場合は野手威圧感です。同じ特殊能力を持った幽霊をまとめて作ると遺伝選手、継承選手を一気に作りやすくなります。一度継承選手を作ってしまえばもう作ることはないので、早めに作ってしまうことをおすすめします。次に継承選手について説明します。継承選手とは自分で作った選手、ダウンロードした選手が登場します。他のモードで作った選手も出てくるんですが、サクサクセスで作った選手の方が出てきやすい傾向があります。投手の場合おすすめは威圧感、そしてジャイロボールです。この2つは宝箱偉人伝から出てこない特殊能力になります。通常威圧感を取得する場合はカレンさんに出会った時に確率 4% で威圧感が入ります。ジャイロボールは巨人でのみ守るくんから唯一もらえます。どちらも強い特能の割に確率がものすごく低いので、自分で作っておくことをおすすめします。継承選手は狙った特殊能力を持った選手をたくさん作ればその分登場する回数は増えます。注意点として他の特殊能力が入ってしまうと邪魔になってしまうため、1個だけ覚えさせた選手を作りましょう。今回この動画を投稿するにあたってジャイロボール、投手威圧感、野手威圧感を持った選手を5人ずつアップロードしておきますので、概要欄にパワーナンバーを記載しておきます。それぞれダウンロードしてジャイロボール、威圧感の持った選手を作ってみましょう。それでは選手に会っていくと、まずここではい、威圧感が入りました。こんな感じで簡単に継承ができます。それではお助けキャラ野球マンについて解説していきます。野球マンはステージ4、5で出てきてカレンを追い出してくれます。野球マンは1号から3号までいて、それぞれ特徴があります。特徴はテロップで出しておきます。
そして野球マンも動く法則があります。野球マンは登場してきたらまず9割下方向に移動します。この習性を利用してまず会っていきましょう。そして角に入ってったらラッキー。後ろから追ってもほぼほぼ間に合いません。なのでしっかりと動きを読み切って出会いましょう。野球マンは他の一部固有キャラと動きが似ているので会いやすいです。ただし絶対にその動きをするというわけではないので過信しすぎないようにしてください。次に博士の説明。博士はステージ4、5でランダムで出てきます。他に今日の運試しステージ、それと今作から追加された世界旅行ステージで空から降ってくることがあります。博士がいたらだいたい10ターン前後でいなくなってしまうのでなるべく早く会いに行きましょう。成功すれば能力爆上げです。投手の場合は会うタイミングを考えましょう。成功したらより強くするために新しい変化球があれば先にゲットしておく。同じ球種の場合は先に取らず後から取る。そうすることで変化レベルを戻すことができます。博士の動きは基本的にランダムなので後追いしても大丈夫です。はい、これで博士に会って変化球をしっかりと上げてもらいましょう。成功しました。爆上げ、これができると博士はすごく強くなります。博士に会ってロマンのある選手作っていきましょう。次にお邪魔キャラカレンさんの対処法について解説していきます。苦手な方多いと思うんですが、カレンさんは使い方によっては回復させてくれる有能キャラです。まず通常カレンの動き、動かないまたは一歩しか動きません。この一歩を使ってまずロックオンされないように近づいていきましょう。カレンと離れているのが偶数マスの時にしか会えません。奇数マスの時は絶対に会えないので近づかないようにしましょう。カレンが一旦動かなくなって止まった時に偶数マスになったら近づいていきましょう。この場合宝箱があるからといって上に行ってしまうとロックオンされます。そしてカレンなのですが、選手がいる方向にはあまり動かない傾向があります。今回はどの方向にも選手が来るという可能性があるので、おそらく右か上、左に行かないと思います。なのでここはまず左に一歩、そうなると上に行きました。こうなると次カレンさんここに来ます。選手が両サイドを塞いでいるのでカレンさんが下に来ます。これで選手に会ってカレンさんと隣になりました。この時に会いましょう。追っかけすぎると体力をだいぶ減らしてしまうんですが、カレンさんに会えるならば残りの体力を確認しながらしっかりと会っていきましょう。通常カレンの時は回復量が5です。次にロックオン状態のカレンの対処法を説明していきます。ロックオン状態になると通常1歩だったのが2歩動くようになります。そして1ターンから5ターンの間に悪魔カレンに進化します。悪魔カレンに進化したら暴れてない状態で2歩、暴れてる状態で3歩移動します。そしてなるべく一本道に誘い込みます。今回は一本道にうまく誘えるルートがないんですが、宝箱を取らないことによって一本道を作ることができます。まずはカレンさんが2歩、そして2歩、そしてさらにもう2歩動いてくる、ここを読んで動いていきます。まずは動いて進化して、で次でまた2歩、そしてカレンさんがここに次は来ます。それを利用してこっちに、お、そういったか、これで一本道に入り込みました。これを使ってうまく合っていきます。例えばカレンがここにいる場合、自分がここにいてカレンに会いに行こうとすると3方向に逃げられる可能性があります。そうなるとすごく出会いにくいので、なるべく一本道、今回は一本道なんですが、一度動かずその後逃げてしまうと3方向のところに逃げてしまうので、なるべく長い一本道の中に誘い込むようにしましょう。長い一本道ほどカレンに出会いやすくなります。ロックオンされたならばメガ進化してもらいましょう。その方が回復量も増えるのでお得です。それではカレンに会ってみましょう。こう行くとここに逃げられます。こうなると動きづらくなってしまう。なのですが今回は
また動かないで奥に行ってくれればなお会えますね。せーの、はい、これです。こうなれば勝ち確。今回は3方向のところを運よく行き止まりの方に移動してくれました。これが連続で動かれるとなかなか会うことができません。今度は暴れてる状態になったのですが、まだルートがあるとき、この場合は会えるか吹っ飛ばされるかの2択になります。さっきみたいに一度止まって逃げたらまた戻ってきて吹っ飛ばされます。なので暴れる前に対処できるのがベストです。これがカレンさんの出会い方。これで回復量が15もらえます。サクサクセス基礎知識講座いかがだったでしょうか。繰り返し見てマスターしてみてください。他におすすめカード、それとハプニングステージの解説動画も作っていく予定です。サクサクセス分かってしまえば短時間でいい選手量産できます。ゲーム実況を始めて4年以上ほぼ毎日サクサクセスの動画上げてます。それぞれいろいろな解説立ち回りをしていますので参考にしてみてください。土日の夜はサクサクセス生放送をやっていますので、ぜひご来場ください。それでは皆さんのいい選手完成報告待ってます。ではお疲れ様でした。バイバッチ。